こんにちは。ワビナビゲーター森前です。今日は皆さんに日本の文化流行の発信地といわれる東京都銀座からお届けいたします。4丁目の交差点から5丁目6丁目7丁目ご覧ください。ブランドの店はもちろん、日本を代表する文化的な店立ち並ぶこの場所、この一角にあるお店を今日ご紹介したいと思います。この銀座7丁目交差点、この交差点2軒目にご案内します。どうぞ。銀座の並木にこのように路面に盆栽の店があるということを意外とご存じない方がいるそうです。ここに盆栽が並んでもう25年近い月日が経ちます。銀座内区庵、銀座百店会の一つとして皆様に盆栽を提供している場所です。中へご案内しましょう。内区庵の店内に入りました。ここは25年前、かくいうこのナビゲーターの私が39歳の年に開いた店の名残があります。17年前まで頑張ってやっていましたが、もともとが経営者としてはもう失格中の失格、大きな負債を抱えて倒産寸前まで行きました。ご迷惑をかけた方々、それでも見守ってくださる多くの方々、その方々の力によってこの店は残りました。感謝しかありません。失格の私は経営や店から退いて、今は内区庵が経営しております。頑張ってやっているこの店、こうやって息づいて世界の人を相手にしているこの店をこれからご紹介させていただきます。街並みを歩く方々の目に留まるように、この店にはショーウィンドウがあります。歩道を介して「え、何これ？」っていうふうに皆さんがびっくりするぐらいの盆栽を必ず1本飾っています。今回は真柏の名木です。県外の真柏、国風天級の木ですが、街行く人々にとっては初めて見る本物の盆栽かもしれません。そのようなものをこの内区庵で多くの人に見ていただく、これがこの店の開店当初からの大きな役目だと思っています。通りから店をご覧になれば、その正面には床の間風の飾りが用意してあります。日本の文化を代表する床の間飾り、この感じをこの銀座の街でも多くの人に盆栽で見ていただきたいと思って作ったものです。銀色に光るこの壁紙、これは今ではほとんどできないと言われるプラチナの紙で作ってあります。銀では酸化してしまいますので、このプラチナの銀、そして漆塗りの黒、そして隣のウィンドウに霞で切ってある朱塗りの窓、日本のモダンの美を代表すると言われた琳派の美を表現しています。この銀色の世界、白黒の世界、これが緑の生きる盆栽に幽玄な美を与えてくれます。夏の暑い盛り、床の間飾りは夏蓋を飾ってあります。水墨画の滝の掛け軸、その脇には滝見の小さな庵、どこか日本の文化を誰かが感じ取ってくれるようにと思って、季節季節を彩る失礼です。店の中央にはウィンドウに飾っている種類とは別の名木を必ず飾っています。
心拍のウィンドウに対して今は店の中央に五葉松の古木があります。65万円と、ここの店は全てのものがきちんとした価格表示がされています。初めての人、海外の人、誰もが盆栽の価値観を分かってほしいという思いからです。こういうものだけではなく、誰もが手にできるさまざまな可愛らしいものからこの店は用意しています。こんな安いもの売ってて商売になるのってよく言われるそうですが、安い高いではなく、盆栽店に来たその思い出だけでも持って帰ってほしいと思って、店を預かる店長たちが苦労して品揃えをしているそうです。コロナが過ぎた今、このお店は海外のお客様が7割から8割という、まさに銀座通りそのままの姿となっています。ヨーロッパからアメリカ、アジア、世界のすべての人たちが感嘆の声を上げながら盆栽を評価してくれます。ただ残念ながら盆栽は植物検疫があります。さまざまな許認可を得ないとそのままお土産用に持って帰ることができません。皆さん、これを持って帰りたい、何とかしてくれ言いますが、店を預かる者はその説明にいつも苦労しています。そのためにせめてみんなが楽しんで持って帰れるように、吟味した盆栽の手入れ道具、英語の書籍、そして鉢、水石、いろいろなものを用意しています。またこのように梅ですね、今暑い時咲いているわけがありません。工芸盆栽の最高峰と言われる歌舞伎盆栽というものです。谷村先生という女流作家が一点一点精魂込めて作ったもの、枯れない盆栽ですね。本来盆栽に置くものとは意味が違いますが、海外の方々が日本の盆栽の美を思い出にするためにと思って、うちくんはこれをいつも用意しています。いらっしゃいませ、盆栽は初めてですか、盆栽ご存知ですか。そこから始まるこの店は、盆栽で言えば挿し芽や種をまくのと同じことを日常コツコツとしています。そこから大きく名木になるように、いろいろな人たちが盆栽を知り、その輪が世界に広がることがこの内久庵の大切な役目でもあります。また形を変えてショーウィンドウの木やこの五葉松の名木などを見て、都会らしい姿でビジネスシーンやショーウィンドウシーンにレンタルとして盆栽を飾る、そのためのここはアプローチの場所でもあります。盆栽の次の可能性がこの店から生まれているのかもしれません。小さな店ですが、この1階で生まれた人の出会い、そこが国風店まで上り詰めた方々が数多くいらっしゃいます。素晴らしい盆栽だねと言ってくれる方々、いろいろなご相談を受けるときに2階にギャラリールームがございます。普段は一般には公開していませんが、2階をご覧いただきたいと思います。どうぞ。先ほどの1階のショーウィンドウショップルームから裏側の細い店内の階段を上ると、2階はこのような空間になっています。ギャラリー的な雰囲気の中に床の間を作り、お客様をお迎えして、こちらでお客様のご要望、お悩み、そしてここからどうしていったら一番お客様のためになるかを汲み取りながらアドバイスする場所です。旧高木盆栽美術館、高木玲治さん、旧高砂庵、岩崎泰三先生、数々の名士たちがこの2階でさまざまな盆栽水石の談義を繰り広げられました。
二十何年変わらずに残るここは今もお客様をお迎えするその時その時の飾りとさまざまな商品でひとときの盆栽のサロンの役目を果たしています。都内はもちろんのこと全国の方々そして海外の方々多くのいろいろなものを求めてくるお客様に狭い店の中でさまざまなものを取り揃えて飾ってあります。水石、食、鉢に至っては小当たりから日本作家の名品そして内久庵ならではの飾り道具と掛け軸の類一つ一つが他では見ないものをどなたにでもご紹介できる場所としてこのサロンは今も多くの方々を迎えています。この1階そして先ほどの2階銀座内久庵の全貌をご覧いただきました。さあここで普段この銀座内久庵を守って皆様のお相手をしている責任者の方をご紹介したいと思います。どうぞ。銀座内久庵の母体である S キューブの社長でもあります堀越さんです。どうぞ。こんにちは。銀座内久庵を守らせていただきます堀越でございます。昨年の10月から海外の方を中心にたくさんのお客様が銀座を目指してご来店されています。日本の方も多くご来店されています。毎日ですね本店の羽生の方から新しい品物を入れ替えながら皆様のお越しを心よりお待ちしておりますのでぜひ皆様東京銀座にお越しの際はご来店の方よろしくお願いいたします。今日は明治以来150年銀座ただ一軒と言われる盆栽店内久庵をご紹介しました。百天界という名門に入れていただいた盆栽店としてこれからもずっと盛況に励まれるそうです。今日の動画いかがでした？お店の紹介でしたがこんな店多分日本にこの一軒だと思います。面白かったなって思ってくださったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。